およそ60人の全校生徒とその保護者たちに迎えられたのは、パリパラリンピックに自転車で出場した帯広出身、木村和平選手。今日、母校である北海道札幌視覚支援学校を訪れ、パリ大会出場までの歩みを報告しました。この学校で自転車に出会い、競技を始めた木村選手。後輩たちへ自ら一歩を踏み出す大切さを伝えました。多くの方に出会いがあって大きく人生が変わりました。皆さんにはぜひ勇気を持って郊外へどんどん飛び出していただき、多くの方と触れ合っていただきたいなと思っています。木村選手は次の目標はメダル獲得。ロサンゼルス大会に向け挑戦を続けます。